サッカーイングランド代表選手一覧は、男子のサッカーイングランド代表として25試合以上、出場した選手の一覧である。すべての代表選手一覧は、EN、リストオブイングランドインターナショナルフットボーラース、もしくは EN、カテゴリー、イングランドインターナショナルフットボーラースを、日本語版に記事がある選手については、カテゴリー、サッカーイングランド代表選手を参照。 サッカーイングランド代表は文字通り国際サッカーにおいてイングランドを代表するチームであるイングランドにおけるサッカーの統括団体であるイングランドサッカー協会によって選出されヨーロッパ諸国からなる欧州サッカー連盟の一員として試合を行うイングランド代表は1872年11月30日に開催された世界初の公式国際試合の対戦国の 一方であった。1872年の公式登録以降、千数百人の選手が代表選手として試合出場している。そのため、本記事では25キャップ以上の選手のみを対象としている。イングランド代表最多キャップのピーター・シルトン、フィールドプレイヤー最多キャップのデビッド・ベッカム・イングランド、代表は1872年11月の 世界初の公式国際試合の当時国であったにも、かかわらず25キャップに到達した最初の選手は1909年5月29日のハンガリー戦におけるボブ・クロンプトンであった。彼の最終キャップは1914年4月14日に3から1で敗れたスコットランド戦で通算キャップは41である。クロンプトンの最多キャップ記録は 1952年5月25日のオーストリア戦でビリー・ライトが更新するまで38年以上続いた。ライトはクロンプトンの記録をはるかに凌駕し、最終キャップとなる1959年5月28日のアメリカ戦までイングランド代表として105試合を戦った。ライトの記録は3から2で敗れた1970フィーファワールドカップ。 準々決勝西ドイツ戦におけるボビー・チャールトンの106、キャップに更新された。チャールトンの記録は長く続かず、1973年6月14日に、元チームメイトンのボビー・ムーアによって破られた。1973年11月14日、ムーアは、記録を一つ伸ばし、生涯通算キャップを108とした。ゴールキーパーのピーター・シルトンは、 1989年6月7日のデンマークとの親善試合でこの記録を破った。シルトンの最終キャップは 1990FIFA ワールドカップの3位決定戦のイタリア戦で、イングランドの最多キャップ記録を125に伸ばした。2014年5月現在、フィールドプレイヤーとしての最多キャップはデビット・ベッカムである。2009年3月28日のスロバキア戦で、 途中出場し、ムーアの記録を抜いた。その後6試合に出場し2009年10月14日のベラルーシ戦が最後の代表試合となった。これにより、フィールドプレイヤーとして通算115キャップの記録を残した。出場数及びゴール数は、FIFA ワールドカップと UEFA 欧州選手権の本戦及び予選に、加え、国際トーナメント及び親善試合からなる。選手は、 キャップ数順に並んでいる。同キャップの場合には、ゴール数順。ゴール数も等しい場合には、アルファベット順。2014年5月30日時点での集計。ありがとうございます。